皆さんこんにちは、ダイスです。今回は妖怪ウォッチ4をやっていきましょう。今日はとある イラストじゃないやとあるクエストに、なんでイラストって言ったんだろう、とあるクエストに稲穂ちゃん出てくるので、こちらをやっていきたいと思います。不思議探偵社の新メンバーということで、久々さくらニュータウンで稲穂ちゃんに会いに向かおうと思います。あれ、なぜそこに、なぜここにいるんだい。わかんないんだけど。はい、ちわっち、ここで再会するとは奇遇ですな。そうですな。稲穂さん、ウサピョン、なんでこんなところに。何、ミーがフクロウにさらわれた時、この小屋の中に捨てられたんだに、そこから動いてなかったんだ。マジでウサピョン。それでウサピョンを助けた後もここで作戦会議をしていたのです。長くない、作戦会議めっちゃ長くないですか。何の作戦にゃん。おっと、やばい、行っちゃった。え、内緒だった。うっかりしすぎだに、なんでそこでバラしちゃうだに。何会議。よーし、こうなったら仕方ない、皆さんにも協力してもらいましょう。我らが不思議探偵社の新メンバースカウト大作戦を。あれ、意外とまともな内容かも。でもどうして新メンバー。それはですね、妖怪探偵団の皆さんの活躍ぶりを見て、同じ探偵として負けてられないと盛り上がっちゃったわけでして、不思議探偵社の戦力を強化するためにメンバーを増やそうと思ったのです。にゃ、妖怪探偵団に入ったらどうにゃ。入りたいのは山々なんですが、私も探偵事務所があるんですよね。それにここはどっちかっていうとライバルってポジションが熱いじゃないですか。そこで納得するの。なるほど、どんなメンバーが入るのか楽しみでウィス。でもなかなか決まらなくてですね、スカウトするの手伝ってくれません。ということで、さくらニュータウンで稲穂たちと再会。稲穂は妖怪探偵団にライバル心を燃やし、不思議探偵社の新メンバーを探していた。なかなか見つからない。ということで受けましょう。手伝うよ、新しいメンバー気になるし。ありがたや。でも探偵のスカウトかどうやって探したらいいんだろう。引きこもりなら知ってそうにゃん。お、ミス、団子くんの家に住み着いてるあの引きこもりのことでミス。ミスパー、聞いてないにゃん。妖怪リクルートのことにゃん。え、大富豪は新しい企業を開設したのかな。ミスやっぱり知らなかったんだ。そうでした、引きこもりはどうやら妖怪リクルートの上にも手を出していて、お金持ち、その仕事に向いている妖怪を紹介するという人材紹介サービスもやってるんです。これは有力な手がかりですな。探偵っぽい妖怪を紹介してくれそうな気がするけど誰だろう。人材を紹介する相談会は夜にやっているということは夜まで待つんですね。あれ、オレンジの裏にはなんかいろいろありますね。何、ケータくんちの裏庭からいろんなところに飛んだよね。妖怪ウォッチ3の時を考えると、なんか新しい大陸に行ったりとかそんなことはないのかしら。大丈夫大丈夫、とりあえず引きこもりに相談してみるよ。よろしくお願いします。ということで、クエスト進めるには夜なので夜まで待ちましょう。でもどんな妖怪なんだろう。探偵っぽい、探偵っぽい妖怪って何ですかね。え、探偵っぽい妖怪全然わかんない。稲穂ちゃんは止められないらしい。ってことは、夜まで寝ればいいので一回寝に行きましょう。久しぶりに帰るな、天の家。あ、ジャンプだジャンプしてきちゃったけどいいのかな。引きこもりいないにゃん。妖怪リクルートの相談会って夜にこの場所でやってるんだよね。ウィス、怪しげな妖気を感じるでウィス。どこかに隠れてるのかもしれません。そうかも、じゃあ辺りをサーチしてみるよ。怪しげな妖気、うわ完全に、え、ここにもある、これ何。わー汚染されている。ちょっとこっちやろう、妖気汚染。こんなとこにもあったんだね。
全然気づかなかったです。私痛い、ペガセなんかいるかな。あ、ジミー、とりあえずジミーはまだ仲間になっていないので、友達になるためにコンが欲しいです。2匹だけ、あ、3匹ジミーだ。もしかしたら3体のジミーをコンセイトールできるかもしれない。やった、1匹来た、早い。違った、でも白が2個。ジミー、あ、1回しかなかった、つらー。 1ジミー足りない、しょうがないですね。また見つけたらやります。え、怪しい扉はここなのですが、なんでこんな扉あるんだろう、ここに。怪しすぎる、不思議な扉を見つけた。まさか扉の奥、この中に引きこもりがいたりして。なるほど、そんな感じがしますね。まさに引きこもりが引きこもってそうです。鍵かかってるみたいにゃん。どうするにゃん。これ異界のアークで開けられたりしないかな。するやつですね。とりあえずやってみよう。え、異界のアークで開けたら普通に行けちゃうのかな。引きこもりのところ以外に行かないのかな。わー、いた。え、入れちゃった、いた。あ、どうもすみません、妖怪リクエストの運営をしております。団子さんちの裏庭にドアを作ってたことをバレさいましたね。言ってくれればよかったのに。実は何のご用かはリサーチ済みです。不思議探偵社の新メンバーのことですね。え、なんで知ってるの。そうですね、稲葉さんが新メンバーを探しているって噂をついさっき聞いたところでして、これから新メンバー候補を探しますので、明日以降の夜にまたお越しください。ありがとう。すごい話が早い、さすがさすが、はい、すごい早い。でちょっと見て回っていいですか。あ、こっから来ればよかったんだ。でもここまでしか行けないですね。うん、裏庭しか行けない。じゃあ戻ろう。はい、戻ってきました。明日以降の夜っていうことだったので、ちょっと日付をまた動かして行ってみましょう。また寝れば大丈夫な気がするので、もう一日寝て夜に変えます。ここは開けたいんだけど開かないんですよね。ここに引きこもりが、中見えないし、ここにいると思うのにでは目覚ましセットして、もう一回午後6時で明日になるので変えます。あれあれ、なんで稲穂ちゃんいるの。私たちも来ちゃいました、すごっワクワク。それにしてもこの空間異次元みたいでワクワクしますな。稲穂がどうしてもっていうからここまでついてきちゃっただに、それにやっぱり不安だに、いや、なんでもないだに、新メンバー待ってるだに。え、もしかしてピントコーンですか。コウモリさん、ピントコーンですか、もしかして。私も気になってつい来ちゃいました。ぜひとも不思議探偵社にぴったりな探偵っぽい方を紹介してください。はい、稲穂さんたちもいらしたんですね。実は今ですね、ピントコーンなぁもしかしてピントコーンが新メンバー候補ってこと。こちらの方はまた別のお客様なのですが、お、いくら希望にあった人材を紹介してもピンとこないという理由で突っぱねられまして、かれこれ99回目、これ以上は無理と言ってもなかなかご理解いただけないようで。なるほど、悪質なクレーマーですな。僕がクレーマー、ピンとこんな。それより他にいい子いないのを紹介してよ、早く早く。ダメだに、ってやつはだいたい自分がクレーマーだって自覚ないだに。仕事の騙したダメだよ、引きこもりが困ってるし。ピンとこんな、だって僕お客様だよ。悪質 やそこはピンと来てくださいよ。そんなに
ならバトルしようよ。僕が負けたら諦めてあげる。え、強引だな。よーし、やっちゃいましょう。すみません、巻き込んじゃってすみません。よろしくお願いします。じゃあやってみよう。ピントコンだけなのかな。まったくどの人材もピントコンな。他の人材を紹介できないならバトルに勝たないと諦めないよ。ということでバトルしちゃう？しちゃう。お客様なんだからお手柔らかに頼むよ。だって私もお客様だから関係ないんだな。すごいね、ピントコーンってこんな感じの人だったっけ。人じゃない、こんな感じの妖怪だったっけ。まあ、いっか。ゴーゴー、すぐ終わると思うので、いいのではないでしょうか。終わり、勝利。はい、これで引きこもりも他のお仕事できるはず。で、誰なんだろう。負けちゃった、約束しちゃったし諦めるよ。ちなみにピントコンはどんな人材を探してたの。そうですね、ピザと膝を間違えない人材。え、どういうこと。ピザと膝を間違えない人材が欲しい人のことで紹介していました。どういうこと。ユニークな人材をお求めなんですな。今思えばそれもピントコンな。どんな人材がいいか考え直してみるよ。入っちゃった、はい、ありがとうございます。ほんとほんと困っていたので助かりました。次こそは皆さんの番ですね。とっておきの方を見つけてきましたよ。待ってました、我らが不思議探偵社の新メンバー候補。ではお連れしますので少々お待ちくださいね。え、待って待って、おかしい。金田一幸之助さん。え、待って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 、人、あの人2回言っちゃった。銀大地幸之助さん。え、新メンバーに最もふさわしい方になります。妖怪ですらない。どうも金大地じゃ、金大地じゃないや、銀大地じゃ。ほう、そう来るとは。ただの人間っぽいだに、本当にふさわしいだに。散歩中のおじいさんを連れてきたようにしか見えないよ。いやいや、見かけで判断してはいけませんよ。銀大地さんはですね、知る人ぞ知る凄腕の探偵さんなんですよ。実は見えちゃうタイプの方でして、妖怪にまつわる難事件をいくつも解決してきました。なんですと、やはり見かけによりませんな。ベテランの探偵ってことだに、大物が来ちゃったじゃんに。大丈夫だに。それと金田一さんと一緒におられる愛犬のスケキヨも有能でして、番犬からお使い、妖怪探しだって何でもできちゃうんです。おお、警察犬ならぬ探偵犬ですな。マスコットキャラとしても活躍しそう。やばいだに、身の立場も取られるだに。実力、経験、人柄、全てにおいてこの方々しかありえません。採用採用、即採用。ようこそ我が探偵社に。あ、新メンバーって別に妖怪じゃなくてもいいんだ。私もびっくりしちゃった。人間なのはとにかくおじいさんだによ。本気で採用しちゃうだに。しちゃうしちゃう、有能そうだし大歓迎。よろしくの。いいんだ、紹介がうまくいったようで何よりです。それでは私は他の仕事もありますので、ありがとうございます。落ち込んでる。みんなほう、みーちゃん力不足だに。ベテランな探偵の方がいいだに。おっと、え、うさぴょんどうしたの。しょんぼりだに。新メンバーの話が出てから捨てられるかもって不安だっただに。そんな捨てるわけないじゃん。のお嬢さんら、ちょっと聞いてくれんかね。お？お嬢さんには名探偵の素質がある。だから実力をつけようと焦ってはならん。わしが探偵として大事だと思うわ。どうやって成長してきたかじゃん。
やってと言いますと、わしにも相棒がおるこのスケキヨじゃ。駆け出しの頃から苦楽を共にしてきた仲でな。お互いよく大事失敗したりしたもんじゃが、地道にやってきたからこそ成長できた。探偵を続けてこられたのはお互いが好きで一緒にいると楽しかったからじゃ。何？ミーも稲ほどいるの楽しいだに。今のミーがダメならもっともっと頑張るだに。ほらそちらの相棒さんもお嬢さんのことが大好きなようじゃ。わしらの採用する前にまずは二人でゆっくり成長していくのが良さそうじゃな。さぴょん、不安にさせてごめん。今までもこれからも私たちは相棒だよ。いなほこの探偵コンビの成長が楽しみじゃな。よかった、これで一件落着かな。俺何もしてないけどすごい。いやいや、銀田一さんと会えたのも団子さんのおかげですし。みーもスケキヨくらいできる相棒になるだに。うさぴょんは意外とまともだから安心するよね。ウィスパーみたいに知ったかぶりしないし。なんかとばっちり生きてる。ちょって言ってるよ。私の頼れる相棒ですからね。妖怪探偵団には入れさせませんよ。ウサピョンがどれだけ有能か皆さんに見せつけるチャンスではありますな。何？イナホ何言ってるだに？よし！よし！よし！何かあればうちの自慢のウサピョンがヘルプで駆けつけますよ。え？だに？なんでそうなるだに？いいの？そりゃすっごく心強いけどさ。ウサピョン、君ならやれる。不思議探偵さんのエースの力を見せつけるのだ。ここまで言うなら仕方ないだにね。困ったらいつでも呼ぶだに。え、ウサピョンが友達になった。ウサピョン、ここで？いや、めっちゃ嬉しいんだけど、嬉しいんだけどさ、なんか複雑すごく複雑。ありがとう。ありがとう、頼りにするよ。稲穂さんたちも頑張ってね。もちろんであります。負けませんよ。たくさん事件を解決して成長してみせますね、ウサピョン。やるだに。そうだに、稲穂となら何だってやれるだに。仲良しなのはいいんだけどさ、妖怪ウォッチ見つけたのかな。どっかやっちゃったやつ見つけたのかな。その話全くないですね。未だに見つかってないのかもしれない。腕につけてないしってちょっと思っているんですけど、違うのかな。お、宇宙ドーナツ初めてもらいました。いやー、なんかよくわかんないけど、ウサピョン仲間になってめっちゃ嬉しい。不思議探偵社も銀田一さんコンビみたいにおばあさんになってもずっと続けたいですな。やるだに。やっぱり稲穂の相棒って言ったらミー以外はいないだに。そう思うだにはい、ということで今回は稲穂ちゃんクエストでウサピョンが友達になってくれました。まだやってないものもたくさんあるので今後消費していきたいと思います。この動画が少しでも良かった方は高評価のボタン、チャンネルのご登録、コメントよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。それではまた。 See you!